はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ご紹介したいフィギュアがあります。こちらなんですけれども、今ね、紙に包まれている状態です。これを、剥がしたいと思います。はい、ということでね、出ました。こちら、また久しぶりに美少女フィギュア買いましたね。いや、私ね、なんかハマってきちゃいましたね、このシリーズに。はい、といってもね、つながりはあるんですよ、今までの美少女フィギュアと。はい、どこがつながってるかっていうと、イラストレーターさんが一緒っていうことですね。はい、イラストレーターは、猫さんですね。はい、その作品です、こちらもね。はい、はい、一応こういう感じです。イラストはめっちゃいいんですよ、これ。すげえ良さげだったんで、めっちゃもう迷ったんですけど、造形の良さに思わずポチっちゃいましたね。はい、まあ、一応これはコードネームなのかわかんないけど、 AKA リ・ツイング、はい、これはおそらく自分の中で赤って呼ぶと思うんです。なぜかというとね、このキャラクター設定がめっちゃある童話に出てくる主人公を模してる感があるんですよ。はい、麗しき赤の狩人。はい、まあ私の大好きなね、フードをかぶっている点。はい、こちらはやっぱでかいですね。まあ武器はね、これは実際のフィギュア見てもらった方がいいかもしれない。ということでね、早速もう開封しちゃいましょう。はい、と言いつつね、ブリスターの状態をまず見せるっていうね。はい、まずブリスターなんですけれども、本体と台座が別個になってますね。はい、まず本体に、これは椅子です、チェア。はい、で多分補助パーツかな。はい、で何よりもこっちの台座に武器が収められている。はい、でけえハサミ。すっげえかっけえ、ここの武器ハサミ。台座が鏡面仕上げになってるのかな、これ。すっごい映り込むんだよね。うん、鏡みたいだね。うん、いやー、これはすごそうです。はい、ということで早速組み立てちゃいたいと思います。開封し終わりましたが、いやもうすでにやばいですね、この台座。すんげー鏡ですね、もうもはや鏡、ミラーです。めっちゃ映り込むね。うん、で何よりね、めちゃんこでかい。ここまででかいと思わなかった。いやー、ここまででかいと飾る場所ちょっと考え直さなきゃいけない。ここまででかいと思わなかったな。どこに置くかな。椅子、これはバラですね、中央にバラ。うん、すごいアンティーク調な作りですね。でもね、めっちゃ軽いんですよ。うん、
めっちゃ軽い、これは。はい。武器のハサミ。これ普通のね、大きさのハサミですね。普通に人間が使う。ほら、こんな感じ。普通のハサミですよ。まあ、ちょっと稼働はしないんですけどね。うん、稼働はしないけど、ほんと、ハサミ、持った感じがめっちゃハサミ。すごい作り、高級感あるね。でも先端に行くに従って赤く、そして赤黒くグラデーションされてますね。塗装が綺麗ですね、これは。うん、すごい綺麗に塗装されてる。素晴らしい。はい、いよいよ本体こちら。めっちゃかわいい。すんげえかわいい。これわかります？あの前回の美少女フィギュアとね、同じで目がね、やっぱりそのイラストレーターさんの描く目なんですよね、もうね。やっぱあの猫さんっていう人はね、うん、ほんとすごい俺好みな女の子を描きますね。この唇のね、感じとかもね、すっごいリアルなんですよね。うん、ちょっと薄く、うん、オレンジっぽく塗装されてて、ちょっとぷっくりしてる感じがね、うん、立体感があっていいですね。で、これヘッドホンしてんのかな、うん、フードかぶってるんでわからないんですけど、ヘッドホンしてて、なんか文字書いてありますけどね。M なんとか。で、ここに、缶バッジですかね。これもまたハサミ。模様がハサミ。で、白黒に、これなんだろう。これはよくわからないですね。うん、で、フードの紐。で、ここにもなんかエンブレムが入ってますね。うん、で、髪の毛は、こう三つ編みでこう垂れ下がってますね。長い。うん、ピンク。ピンク。特に黒のなんだろうね、これはリボンを織り交ぜてんのかな、うん、紐で、まああの水着着てるんですけれどもね、うん、まあこの子は華奢な体なんで、まあそこまで出てはないですよね。いや、むしろ出てない。まあ、そこら辺がね、あんまいやらしさを感じさせないっていうのもありますね。うん、で、腹筋がね、割れてるんですよ。意外に筋肉質っていう。華奢なんだけど筋肉質。で、このベルト。これもまたすっごい造形。本物みたい。ああ、しかもよし。しっかりと おへそまでね、うん、見えるんだね。うん、すっごい作り込み。で、このソックスに006、これをなんだろうね、意味深だな。で、ブーツは半分までチャック下げてますね。ここも赤色で、ここにもハサミあるやん。ハサミいっぱい持ってんちゃう、これ。で、裏にもね、ポーチがありますね。うん、
すごい武装はしてるんですね。ああ、ちゃんと脇まで造形されてますね。これはすごい。できいいな、これマジで。あ、後ろにはね、はい、意味ありげな紋章ですね、これはね。はい、ここに書いてある文字がアソシエーションオブハンターって書いてありますね。で、まあ足もね、一応これは何だろう、まあ、ビキニに上は何だ、ワンピース型のなんかかな。それにフード付きのブーケを羽織ってるっていう感じかね。うん、いや、これ半端なくいいわ、このフィギュア。これは家宝ですね。今までのね、猫さんのフィギュアもすごくいいんですけど、この子抜群にすごいいいな。はい、ではね、全部、組み立てて飾ってみたいと思います。はい、組み立て終わりました。いや、いいですねこれね。もうめっちゃいい、すべてにおいてバランスがいい。はい、このね、椅子がちょっと浮いてるんですよね。わかりづらいんですけど。で、ちょっと浮いてるんで、足も地につかないんですよね。そのためのこれスペーサーらしいです。要はかます補助パーツ。はい。で、このね、こう、ハサミを片手で持ってる感じ。いや、素晴らしいね。もうアートですよ、アート、芸術。はい、いや、めっちゃいいこれ。ただほんとね、台座がでかいし、あと何よりこれ鏡面仕上げされてるんですよ。なので下手に素手で触れない、汚れやすい、うん、で、ほこりがつきやすい、目立ちやすい。はい、そういう難点がありますね。はい、いやー、これ、うん、まあ、そこまでいっちゃったらもうね、うん、調子に乗んなよって話になっちゃうから。うん。まあ、このハサミの幅だけやっぱね、大きくなっちゃうんだよね、台座がね。うん、ハサミ固定しなきゃいけないから。で、これ何をモチーフにしてるかって言ったら、もう皆さんもお気づきでしょう。赤ずきんちゃんです。はい。赤い頭巾をかぶってて、背中にね、狼の紋章が入ってましたね。うん、で、狼のお腹を裂くハサミですね。はい。ということで、モチーフは赤頭巾ちゃんです。そのための AKA 赤です。いやー、素晴らしいですね。ということでね、一応、また、背景をね、綺麗にして回転台座に乗せてね、じっくりと見ていただけたらなと思います。はい、ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、あとね、高評価、あとコメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
つないだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる帰らぬ時間よ玉浦の幻見せて叶うことのない想い引き裂かれて月と狼の違いよ果たされぬ思いだけとならなら仮想に巡る季節の果てに確かなものなんてないのに消せないまま心の鉛が積み重なるどれだけ償えば